はい、どうも皆さんこんにちは、まさかずです。いつもありがとうございます。さあ、こちらはですね、先日お迎えしたクラウンエルツノガエルの、オタマジャクシなんですけど、足がだいぶ大きくなってきてですね、で前足、手ももうちょっとで出てくるんじゃないかなっていうぐらいになったんですけど、もう一つ変化が起こりました。はい、それはですね、ちょっと緑っぽくなってきたというか、クラウンエルツノガエルっぽい模様がですね、ここに出てきたんですよね。さあ、順調に大きくなってきてくれてます。ということでね、また手が生えてきたり、ね、上陸したりしたら、その都度ですね、動画で紹介していきたいと思います。ですね、お迎えしてから何日経ったかっていうのですね、正確にまた確認してテロポで入れときます。はい、ということでね、冷凍アカムシを食べてもらいましょう。結構ね、やっぱ食欲もね、なかなかのものがあります。はい、毎日ですね、2回朝晩とこのアカムシをね、与えてます。でもちろんね、食べ残しもあるんですけど、それはもう水替え、1日ね、多い時は2回で、まあ最低でも1回はね、綺麗なカルキ抜きをした綺麗な水に変えてあげることでね、健康の状態を現時点では維持ができてます。はい、それではまた今後もね、この子の成長を動画でお届けしていきますので、チャンネル登録して見守っていただけたらなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。